はい、アカシックサーチ新です、リクエストです。質問ですが、いろいろな場所で女性のシャーマンばかり出てきますが、女性の方がそういう能力が高いということですか、クエスチョンということでございます。女性のシャーマンばかり出てきますがというのは私の動画でということになるわけですけれども、そうですね、女性の方がそういう能力が高いということですか、数値自体はどうかなと思うんですが、女性の方がですね視野が広いんですよね。こういう感じで男はね狭いんですよ。ただし狭いんだけども、まあ、かなり遠くまで見えるような、女性はこんな感じで広く見える、男性はこんな感じですよね、はい、まあ面積的にはどうでしょう、ただ遠くは見えるけど狭い、女性は広いという、これは私はねホルモンの関係だと思っております。男性女性どちらもあるのがエストロゲンとテストステロンですが、母性を司る、プロゲステロンプロゲステロンは女性特有のホルモンで、あれが結構影響してるんじゃないかなと思いますけれども、まあとにかく女性の方が能力が高いとまあ言っていいと思いますね。特に、なんだろうか、こう、受信する、空気を受信する、気を受信する範囲が広いというか、男が見落とすところを拾うと言いますかね、なんかそういう感じが昔からしております。安倍さんが危ないんじゃないかと感じた女性って、安倍総理がそろそろ危ないかもしれないというのを感じてた女性ってすごい多いんじゃないでしょうかね。私は全くもう1ミリも、はい、来年の総選挙まではそのままと思い込んでますから、まるで気づきませんし見てもいないですけども、多分女性はね安倍さんの顔の雰囲気の変化を感じ取って危ないんじゃないかと感じた女性は相当数いるんじゃないでしょうか。結局子供、自分の子供が、体調を悪化をするのを見抜かなくちゃいけないという、まあ、母親としての本能があるというところから、顔とか空気で、体調を察知する能力が優れていると思うんですよね、まあ、そういった感じで、女性は能力が高いということが相対的にあって、昔からシャーマンになっているということだと思います。私が、調べてきた古代文明で、シャーマンというのはもうほとんど 100% 女性でした、鑑定上は。男性シャーマンは出てこないです。気ですよね、気の受信というのが非常に優れているなという感じがしますね。ピンポイントの気、まあもちろん気というのは、まあ、アナログ的なものなんですけれども、ピンポイントの気を追求して調べていくなんていうのは男性が強いんでしょうけども、なんとなく広く感じる気というものの受信は絶対女性が上だと思いますね。例えば地震だとかそういったものですね、地震、東北大震災を、受信した女性がおられますよね、年配の女性の方。これは地震という未曾有の災害があるという質の気を受信したことによって、出しているという。男性はあの気はなかなか察知しにくいんじゃないでしょうかね。地震とかの気を察知できる男性あんまりないと思うんですね。でも多くの女性は察知ができると思います。あとですね、逆のこれはいわゆる、まあプラスというのは変なんですけども、まあ、地震の気というもの、まあ、あえてプラスとしますね、プラスの気を感じて受信をするという方法もあるんですが、まあこれは男性女性という理屈の話ではなくて、マイナスの気から物事の流れを見抜くというのもまああるわけですよね。これも女性の年配、同じ人だったかな、確かね、今年の
東京オリンピックがないっていうのを見抜いていた女性の霊能者がいたはずなんですが、その人の見方は、本来あるべきであろうという、オリンピックがあった場合は発生するであろうというプラスの気が全く東京地方に出ていなかった、要はマイナス的な方向からの、知覚といいますか、判断というか、プラスの気がない、マイナス、もしくはゼロ、オリンピックのような気が出ていないというところからオリンピックはないんだという見抜き方をしている女性もいましたよね。これも面白いなと思ったんですよ。オリンピックがあった場合の気はこんな感じで、それがない、感じ取れないのでオリンピックが開催されないというような算出の見方ですね。これも男性はできないんじゃないかな、多分。女性独自の気の感じ方だと思いますね。広範囲に、東京全土広範囲に向かって、オリンピックという一大イベントが存在する気というものが出てないから東京オリンピックはないというところの答えを導き出している、なんていう予知の仕方ができるのも多分女性だけなんだろうと思いますね。まあ歴史的にも卑弥呼が女王だった時代は国が安定していたという、そういったこともありますし、おそらく女性のシャーマンというのがある程度の地位にいた方が国は安定しやすいのかもしれないなという印象でございます。はい、まあ厳密には高いというよりも質が違うということだとは思いますが、まあある一定以上の能力がある人口は女性の方が圧倒的に多いんじゃないかなと思います。おそらく大きな地震なんていうのはもう 30% ぐらいの女性は、数日前からざわつきとかで知覚できていくんだろうなと思います。男性は無理じゃないですかね、そのあたりが、いわゆる知覚できる内容とか、まあ、シャーマンとして、まあ、チャネリングをして何かを、データを聞き出す宇宙人からですとか、信託からでも、まあ、何か情報を受信しようとするものがちょっとマニアックなものになりすぎて、まあ、あまり役に立たないと、女性の方が、まあ、生活に根ざすといいますか、生活に役に立つ情報というものを、チャネリングによって、受信できる率が高いんじゃないかなという気は、まあ、しております。はい、ということで、私は高いと思っております。ただね、ただし、アナログ的な受信に関してのみです。アカシックレコードはちょっとデジタル信号なんで、これはあんまり女性には向かないんじゃないかなとは思っています。多分男性の方がアカシックレコードには向いていて、いるだろうなという印象は、持っております。はい、こんな感じですね。はい、女性シャーマンすごいと思っています。はい、以上でございます。それではまた次の動画で。